ユナ、鎮魂の夢に沈みなさい。カグラ様、いざ鎮魂の夢に舞い散れ。一人も許さん。カグラ様に手を出した奴らは一人も許さん。とても話を聞いてくれそうにありません。なんとか正気に戻さないと。帯を掴んでいる者に用を足りません。黒子、はい、黙らせます。申し訳ありません。結局これでようやく話ができそうですね。目的は完遂しました。カグラさんは無事です。町で迷子になっていたところをあの人たちが保護してくれたのです。迷子？保護？それは本当か？ああ、お前を探し疲れて眠っているだけだ。奈落はどこと言いながらずっと泣いていたぞ。そうだったのか。どうやら誤解は解けたようですね。焦りのあまり我を見失ってしまった。すまない、見苦しいところを見せてしまった。いえ、大切な人を失った時の気持ちは私にもよくわかりますから。まあ全員無事みたいやし気にすることないで。それより早くその子を連れて帰ったり。ああ、礼を言う。よかった、これで安心ですね。いや、助かったわ、わしらを守ってくれて。こんな私たちを助けてくれるなんて、なんて言えばいいのか。考えるまでもないやろ、そういう時はお礼を言うもんや。そうだな、ありがとう。ユミって言ったな。あんたみたいな人がいるなら私も少しは変われるかもしれない。ええ、今の気持ちを忘れずに、きっとあなたたちは変われるはずです。ユミ、ここでお別れです。あなたとはもう一緒に歩けません。夜桜さん、追いかけたり、こっちのことは大丈夫や。はい。評価をいただき、恐悦至極に存じます。